みなさん、余ったかね。はい、ホロライブ6期生秘密結社ホロックスの女幹部高根瑠衣と申します。みこ先輩、あ、もうすぐ来るみたいです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。大丈夫ですか？うちの都がすいません。起きてました？起きてたよ。じゃあ起きたな、これ今さっき起きたやつだ。起きたよ。起きてたわけじゃなくて起きたね。おはようございます。おはようございます。今日は桜花賞ですよ、美子先輩。美子先輩、あれですか、立ち絵の方がいいですか？うん、わかりました。立ち絵にしたくない。危ねえ。よかった。じゃあ美子パイセンをこのかっこいい姿の美子先輩にしましょう。この顔で今起きたんだが。この顔で起きたんですか？この顔で起きてるんだが。めちゃくちゃもう起きてましたがっていうドヤ顔してますけれどもね。この下で目しょぼしょぼしてるから今。いや、非常に大変申し訳ございませんでしたと。いえいえ。増えるとあんまり良くなかったりするんですね。けど3歳ってすごい伸び盛りなので、馬体重が伸びてもまあ、あんまり差はないかなっていう感じになります。わかりますか？馬体重めちゃくちゃ大事なんで、競馬に関しては。いや、これ分かってないな、多分。分かってます。分かってるもん。あ、失礼しました。分かってますね、ありがとうございます。じゃ続いてリバティアイランド。三連単やりたいんだよな、みやこ。三連単、やはり夢の三連単。はい、夢の三連単。三連単は当てるの難しいですからね。何ですかその笑い。褒めてないんですよ。褒められたみたいな笑い方出さない。褒めてない。三連単難しいからっていう意味。はい、オッズは 6.5 ですね。あ、はい、6.5 なので、まあいくらでそれを買うかって感じですかね。はいはい。算数できるかなって言われてますけど。無理ね。ざれ言を拾っちゃダメだ。わかりました、申し訳ございません。みゆこは先輩なんだよ。先輩だからね。失礼しました。そういえば、そうですね、しっかりとみゆこを信じるんだよ。分かりました。このライブで生きてきた女。分かりました。じゃあちょっと計算ができなかったら、じゃあみこちって呼んでいいですか？あ、いいよ。三連ポコンはね、ちょっと頑張ってワンちゃんという感じもいいよね。そうなんですよ。そうです、そうな、はい、そうですよ。日本は、うん、あえてシャオ。大丈夫かし。シャオを外す。あえてシャオを外す。外す。いや、もう全然決めきれてないじゃないですか。ハパさん。え、ハパさん。ハパさん。ハパさん。ハパさんやって。ハパさんやって。ライトコーマドンタマ。え、何ですか？あ、ライトオンタマ2ですね。うん、2。かわいい。え、どうやっ
トゥーアイス、トゥーアイスですね。聞き取りづら聞き取りづら524を三連単、三連服、三連単これあれですか、このもうダメだ、三連服だよ、三連服、三連単って言ったわけじゃないのか、うんうん、はい、すいません、聞き取れなかった、まだまだ難しい巫女先輩を読み取るのはあ、これ三連服はあれですか。